どうも犬飼慶子とケイでございます。本日もケイチャンネルご覧くださいましてありがとうございます。今日はですね、メンズブランドアドラーとレディースブランドアドリー、そしてアドラー×フィラのコラボサンダル、合計7型の6月24日発売の最新作の徹底解説をさせていただきます。前回の最新作の発売日も大好評、誠にありがとうございました。発売からもう1週間近く経っているんですけども、今も変わらずに ZOZO のランキングでねトップに乗れております。本当にありがとうございます。そんな中で今回はですね、特別でプレミアムな、嘘でしょって我ながら言いたくなるような最新作を7つ揃えました。詳しくはね今日の解説でゆっくり語っていこうと思うんですけども、もうこのラインナップを見た時点で目ん玉飛び出るんじゃないかなと思います。ではラインナップ解説させていただきます。その1、去年速刊した大人気アイテムのこのグラフィックティー、グラフィック、そして加工、その全てが進化して復活しました。ヘビーコットンヴィンテージライクレトロロックロゴダメージピグメントティー、税込み4950円。その2、ファンへの SS の感謝を込めて作らせていただきました。驚異のものづくりを実感していただきたいです。ナイロンジップオーバー SS ジャケット、税込み3960円。そしてその3、フィラ×アドラーディスラプターサンダル、税込み12650円。そしてここからはレディースブランドアドリーから、これがこの値段、値段以上のクオリティ、目を引くシルエット、カットアウトメロシャーリングフレアワンピース、税込み5940円。そしてその5、コスパ最強のロゴプレートスクエアバックルベルト、税込み3960円。その6、デザインが可愛すぎる存在感抜群のパールネックレス、アドリーロゴチェーンパールネックレス、税込み3850円。そして最後7つ目、手元が一気に華やぐ2連ブレスレット、ラインストーンメタルプレート2連チェーンブレスレット、税込み3300円。合計7つのアイテムを今日は解説させていただきます。よろしくお願いします。この豪華すぎるラインナップとこの設定してる値段、これだけでももうびっくりされるんじゃないかなと思うんですけども、驚くのは値段じゃないんですよね、ものでございます、ものづくり。楽しみに最後まで聞いていってください。まずはメンズブランドアドラーの最新作から紹介させていただきます。はい、ではまず一つ目になります、こちらですね。まずインスタグラムにこのグラフィックティーを載せた動画あったじゃないですか。その時点で反響がとてつもなくて、コメント数 DM 数全部合わせてもうこれだけで100件超えちゃったんですよね。これはアドラーファン大好物なアイテムだと思いますし、去年の夏からアドラー知ってくれてる人だったら嘘だろ思いますよね。今回もこのアイテムに関してもう値段とね、もうこのグラフィックだけ見て買っていただけるとは思うんですけども、魅力7つしっかりね解説させていただきたいと思います。これを聞いてから来ていただくのと、聞かずに来ていただくのではね、商品が届いてからのその商品への愛着全然別物だと思うので、ぜひ聞いていってください。まず一つ目の魅力が復活×進化で、去年発売したこのグラフィックティーシリーズ、こちら税込み7777円っていうね価格で出させていただきました。ちょっと高くなっちゃったんですけど、それはね去年のトレンドからするとちょっと攻めすぎてるかなっていうのもあったし、枚数もちょっと結構少なめで、一般的なブランドの普通のものづくりのレールに乗っかって作ってしまったから、この価格に7770円になってしまったんですけど、なんとこちらが今年税込み4950円で復活しました。しかもその復活っていうのが、ただグラフィックが変わりましたっていう、それだけじゃないんです。ただ値段が下がった、それだけでもないんです。生地が改良され、さらに加工工程も増えたんですよね。これはもうね、他では絶対味わえないものづくりだと信じております。では魅力2つ目として、グラフィックについてちょっと深掘りしていこうかなと思います。グラフィックは合計この3種類用意しております。どれも甲乙つけがたくて、これは可愛らしい、これはもうとにかくかっこいい、そしてこれはバランス取れてるし、色味がマジでこのオレンジ使った色味が好きなんですよね。どれも順位をつけられません。グラフィックティー、そしてウォッシュ系の T シャツ、今今年めちゃくちゃトレンドだと思うんですけども、その中でもアドラーは今年ロックとレトロを融合したヴィンテージ感あふれるグラフィックティーを作成させていただきました。今最も旬なデザインであることも間違いないですし、アドラーのブランドの属性であるストリート、カジュアル、そんなイメージにもしっかり
りマッチしてる。まさにアドラーこれ作らなくてどうすんのっていうようなね、洋服、そのカテゴリーなんですよね。なので今回グラフィックだけじゃなくて値段もものづくりも全てに本気を出させていただきました。これだけは負けねえぞっていう服を作りました。では魅力さん、加工をね施してると伝えたんですけども、2工程施しております。まずはピグメント加工から紹介させていただきます。ピグメント加工っていうのはピグメントダイとも言うんですけども、古着屋さんで売ってるようなヴィンテージ感を味わえるようなウォッシュ感が醸し出される加工法の一つでして、グラフィックの存在感を引き立たせるためにやりすぎず、どんなファッション層からも受け入れられるような程よいピグメント加工を施したのがこの T シャツの魅力なんですけど、このまずピグメント加工を施すことによって、普通に T シャツをね制作して販売するよりも加工工程が一つ増えることによって、まず価格は本来上がるはずなんですよね。このピグメント加工、そうウォッシュ感を味わえる加工があることによって、洗えば洗うほどどん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 馴染んできて、洗えば洗うほど味が出てきます。ぜひそれもね楽しんでください。では魅力4、グラインダー加工でございます。グラインダー加工って何っていうと、このようにダメージ、そう当たりをつける加工なんですよね。このグラインダー加工を首元、袖元、そして裾、3箇所に施しました。さっき伝えた通り、加工の数が増えるほど工場でのね工程数が増えるため、本来ね価格がどんどん跳ね上がっていくんですよね。なのにこの価格っていうのがすごいところなんですけども、まずそのグラインダー加工でこのダメージがね加わったことによって、何よりもこの T シャツがより一層ヴィンテージ感あふれるし、より一層ね味があってかっこいいですよね。では魅力5に、この生地と素材になるんですけど、アドラーでは最高レビューをいただいているこちら、夏の定番の14番手の総紙を使ったヘビーウェイトコットン生地を使わせていただきました。この2つの品番がもともと SS でアドラーから出ていましたよね。この2つのアイテムもね、ゾゾタウンではありがたいことにたくさんレビューを書いていただいて、もう生地には定評があります。そんなこの肉厚でタフでね、まるでまずこの値段からもともと考えられなかったようなものを使って4950円に抑えた、しかも加工、グラフィック加工を施して、我ながらね驚きを隠せません。そして魅力6がシルエット、アドラーらしいビッグシルエット、しかも今回に関してはヴィンテージ感、そう古着屋さんで買うようなロック調のねバンティーみたいなものをイメージしたアイテムにぴったりなビッグシルエット。ビッグシルエットなので、どんな体型でももちろん着こなすことができますし、僕みたいにね胸板がちょっと厚かったりとかしていても、ガタイが良かったとしてもそれを程よく隠してくれるし、逆に華奢でね細身な方のコンプレックスも隠してくれる。ビッグシルエットっていうのは万人向けのシルエットなんですよね。もしこれが大きいの俺嫌ですって方は2サイズとかね下げて買っていただければ、普通のサイズで着ることももちろん可能です。これ横から見ていただいたら分かるんですけど、横に膨らんでますよね。この膨らみ、ここにね空気が通るんで、ここにね空気の通り道が生まれるし、それは袖もそうだしね、非常に涼しく快適に着ることができます。分厚い生地が魅力なんですけど、そんな分厚い生地ながらも快適に夏を過ごすことができるんですね。そして魅力7、最後の魅力が改めてこの価格です。もうかなり頑張りました。これは去年夏すぐ速完しちゃって、それをねもう予約販売に切り替えるのはもう遅い時期に出しちゃったから、もっと作ればよかった、もっと欲しいって言ってくれる人がいる、くそって思ってたので、その去年速完した時にもう来年のグラフィックをもう始めていたんですよね。そして物流のラインも揃えて、一般的な物流のラインではなく閑散期を狙ったり、さまざまな努力をしてこの価格に抑えました。多分ね届いた時に感動してくれるはずです。もしかしたらアドラー史上これ最コスパのアイテム、エクストラクオリティってつけてもよかったんじゃないって方、多分ねたくさんコメントいただけると思います。これは本当に大当たりアイテムです。このアイテムのもう一つの魅力が、男の子だけじゃなくて女の子もバカ似合うんですよ。っていうか女の子のモデルの方が似合ってねって多分思う人もいると思うんですけど、それは僕が悲しいので、まあ、言わないでほしいんですけど、どのグラフィックが一番気になるか欲しいか、またコメント欄にね余裕があったら書いてみてください。では2つ目のアイテムいきたいと思います。ナイロンジップオーバー SS ジャケットでございます。価格ね見てまあ驚かれたと思うんですけども、税込み3960円でございます。早速魅力をね紹介していこうと思います。魅力1、感謝を込めた
特別品番でございます。このアイテムは SS の皆さんへの感謝を込めて、その感謝をね、ただ言葉だけで伝えるだけではなく、行動でちょっと示したいなと思いまして、もともとこのアイテム6000円で用意していたんですけど、作った後にね、価格改正して皆さんが喜んでくれればと思って、本当ですよ、3960円にしたんですよね。もうこのアイテムに関してはね、アドラやるじゃんって思ってくれれば、もうそれだけでチーム一同ね、これ作ってよかったなって感じなので、そう思ってくださればと思います。では魅力2、魅力1とちょっと同じような内容になってしまうんですけども、圧倒的なこの価格設計、そしてものづくりでございます。この新時代の脅威のものづくりをね、味わっていただきたいです。感じてください。こちらに関してはもう値段ね、圧倒的に下げちゃってて、実はこれで利益ゼロで作成になりました。先ほど伝えた通り、元々の値段よりね、大幅にガクッと下げて発売するんですけど、配送料だったり写真を撮る時のね、経費などはさすがにかかっているんですけども、実質これ利益ゼロです。なので他社さんも、そして僕たち弊社も、もう真似できないというか、まあ自分たちもこれ以上やりたくないなっていうような価格設定になっております。ただ安いだけじゃなくて、ちゃんともともと6000円台で普通にアドラーで作っていたジャケットが3960円になったっていう、そこを感じていただけたらな、嬉しいなと思います。ちょっと会社としては挑戦的な企画にはなるんですけど、来年もこんな感じでアドラーがね、順調に進んでいければ、また1年に1回ぐらいはこういうことやってもいいかなって思ってます。では魅力3、魅力1、魅力2はもう価格について、ものづくりについて話していたんですけども、こっからが本番でございます。あまたのギミック、アップチャージ、そう、工場から追加料金がかかるようなギミックの数々なんですよ。その数なんと7つつけました。ここでまで7つあるっていうためだけに7つもつけたのかって言われると、たまたまです。まず1つ目がスラッシュポケット、前身頃にあるね、このポケットでございます。生地も張りがあって頑丈な生地なので、しっかりこのポケットも役に立つはずです。そして2つ目、胸ポケット、これもね、つけることによってより一層ミリタリー感がね、感じられるデザインなんですけども、この胸ポケットもね、しっかり厚みがあるし、張りがあって使っていただいて間違いないです。例えばこういった携帯なんかもね、こう入れても、はい、自然ですよね。しっかりと意味のあるデザインポケットでございます。そして3つ目、ミリタリーポケットでございます。袖元にもね、この MA1 によく使われるようなミリタリー調のポケットを作らせていただきました。ペンとかいろいろ刺すものなんですけども、これもね、デザインとしてあるだけで全然かっこいいし、役に立つ時もあるんじゃないかと思います。そして4つ目、領海ジップなんですよ。実はジップがそう、下からもこう開くんですよね。この付け方をすると、着こなし方がこんな風に広がるんですよ。普通のジップより領海ジップの方がもちろん金額はね、上がってしまいます。さらにこのジップなんですけど、しっかり YKK です。そして5つ目が裾のドローコードなんです。これを絞ることによって、モデル画像で見ていただいた方が分かりやすいと思うんですけども、より可愛らしく着こなし方もね、広げることができるんですね。これにより、まあ、本来このアイテムっていうのが丈長めなんですけども、丈短めで着ていただくことも可能になります。そう、短丈にも改良できるんです。そして6つ目が後ろ身頃に用意したアドラーのね、ロゴ入りのボタンデザインでございます。これがあることによって、後ろから見た時のここの高級感が、まあ、ちょっと追加されます。そして7つ目なんですけど、ジップのね、部分のここにね、スチーム加工を施しております。なんでなのかっていうと、簡単に言うとジップの通りが少しでも良くなるためにつけていまして、もともと YKK のファスナーを使っているんでね、ジップ大丈夫じゃないのって思うと思うんですけども、こういった張りのあるナイロン素材、テック系の生地で張りのある分厚い素材っていうのは、生地自体の張りによってジップがね、通りづらくなってしまう傾向にあるんですよね。それをちょっと変えたくて、スチーム加工までね、かけております。しかも普通のジップではなく、領海ジップになっているので、ジップがね、開閉にはね、コツがちょっと若干必要になる可能性もあります。僕はね、もう慣れているんで、当たり前のようにこれ付け外しすることができるんですけど、普通にジップをつけると、まあこう差し込んで、まあ上に上げるだけなんですよね。まあ今も普通にスルッとできたんですけど、このジップをつけるときに、まず下まで差し込みますね。まあ、ここまでは当たり前なんです。ただこの時にお尻を押さえながら引こうとすると、あの全然上がっちゃうんですけど、あのたまに上がらない時があるよっていうことだけこの動画で伝えたいなと思って今撮らせていただきました。ただね、僕もたまにね、こう着ていてね、あれこうジップ開かないって時があるんですよ。まあ、そんな時は落ち着いて一回取り外した後に、まずは差し込む、お尻を押さえずにこのまま
上げてください。そんな7つのねアップチャージを行っているんで、そもそもじゃあこれが6000円で用意できたとしてもね安いんですよ。そもそもアドラ値段以上のクオリティを感じてもらいたいっていうものづくりで全ての価格調整しているので、ただそれをね利益今回ゼロにしたので、改めてこの商品すごいんですよね。そしてでは魅力4がデザインでございます。さっきのねアップチャージの話して、そこにもうデザインが全て入っているっちゃ入っているんですけども、どういうデザインでこれ設計したのかっていうと、ミリタリー×テック、まあ、今のトレンドをねしっかり掛け合わせ、かつこれから来ると言われているサマージャケットのトレンドもしっかりと乗りつつ、こういったアドラのグラフィックティーも含め、ストリート×カジュアルみたいなトレンドにしっかり相性のいいサマージャケットを作成させていただきました。シャツを1枚ね羽織ったりするのとはまた違ったこのかっこよさが生まれて、皆さんのねコーディネートのバリエーションもぶち上げてくれると思います。サマージャケットといえば、前回こちらステッチのやつね、これ出させていただきました。そもそも1000枚しか作ってなかったんでね、すぐ完売するだろうなっていうことを想定して作っていたので、今回ねサマージャケット第2弾作らせていただきました。ぜひその時にね買えなかった方選んでいただきたいし、またこのステッチジャケットとはまた違ったホワイトとカーキも用意しております。ぜひね今回のこのアイテム手に取っていただきたいなと思います。では魅力5、素材と生地でございます。ここに来てね改めて伝えさせていただこうと思うんですけど、ナイロン 100% で作らせていただきました。届いた時分かると思うんですけど、結構張り感があってしっかりしています。この生地が分かりやすく例えると、しっかりした MA1 のあの表の生地、それをね使ってるイメージです。このナイロン 100% でしっかりねトレンドのテック感も感じていただけると思うんですけども、だけじゃなくて今ねカーゴパンツトレンドですよね。アドラーでもカーゴパンツ、こちらのフレアパンツ、まあ実はちょっとミリタリーテイスト入っていたりして、ミリタリーのテイストが今トレンドでもあるので、非常にねこのデザイン秀逸なんですよ。ちょっと今デザインの話に間違えて言っちゃったんですけども、素材感がねしっかりしていて、ガシッとしたこの生地だからこそシルエットがね立体感が生まれて、1枚できてしっかり様になるんですよね。ペラペラ感は一切感じないと思います。そしてナイロン 100% だからこそ、もともと MA1 って軍用っていうところからもね想像つく通り、非常に耐久性も高くてね、これねガシガシいろんなシーンで着ていただいて構いません。例えばちょっと汚れちゃうようなアウトドアのシーンでもいいですし、おしゃれにねおしゃれ着として着ていただいてもいいですし、この生地の耐久性っていうところでは一目置かれるような生地感になっております。では魅力7、着回し力、そして着こなし力でございます。あえてこの2つあるんですけど、もちろんこのアイテムどう見ていただいても圧倒的に主役級のアイテムなんですよね。 T シャツの上だったりタンクトップの上に羽織っていただけるだけでしっかり映えるんですけど、すごいのは着こなし方なんですよね。もちろんこうシャツジャケットのようにしていただいてもいいんですけど、ジップを途中まで開けて着ていただいてもかっこいいし、全部締めてもねモードな感じでかっこいいです。そして了解ジップなので、そう中途半端にね位置を選んで、このようにしても今っぽいおしゃれなコーディネート、上級者のコーディネートのね着こなし方が楽しむことが可能です。この着こなし方がね僕一番このジャケットは好きです。さらにさっき伝えた通りね、ドローコードがついておりますので、こう絞って着ることによってこのようにね、はい、これもまたちょっと古着っぽい着こなし方で可愛いですよね。この着こなし方ね僕2番目に好きで、こんな風にね着こなし方様々楽しんでいただけます。着こなし力、そして着こなし方が無限大なので、着れば着るほど奥が深いと思います。では最後カラー展開ですね。ブラックだけではなく、一風変わったファッションを楽しみたい方向けのね、これ数量少ないんですけども、ホワイト、そしてより一層ミリタリー感を味わいたい方向けの、そうカーキ、この王道3色で揃えさせていただきました。ナイロン 100% の素材のもう一つの強みとして発色の良さですね、まあ、特にこのカーキなんですけど、夏らしい爽やかなカーキに仕上がっております。発色も綺麗でね、個人的にそこも推しポイントです。ということでもう一度言います、こちらのアイテム3960円、税込みなんですよね。ファンの方への本当に感謝を込めて作らさせていただきました。コメントではありがたいことに、いやこれ1万円だと思ってた、そういった嬉しいコメントもねいただいております。ぜひ僕たちの感謝をこのねものづくりから味わってください。では3つ目のアイテムいきたいと思います。お待たせしました。2つの海で待っててくださった方多いんじゃないかと思います。まず1つがアドラーから今年サンダル出ないのっていうね、いただきました、たくさんコメント。そして2つ目フィラコラボ
第3弾早く出ないですか。もうね、たくさん待たせてきてしまいました。やっと6月24日に発売します。ディスラプターサンダル12,650円でございます。これも結構ね、話すことボリューミーになってしまいそうなので、しっかり台本作ってきました。まず1つ目がプレミアム製なんですよね。フィラを代表する大人気モデル、ディスラプター SD、パフィー、このサンダルをベースにアドラーらしいエッセンスをたくさん詰め込んだ完全特別仕様でございます。フィラといえばコラボをさせていただくだけでもものすごい敷居の高いグローバルブランド、世界展開のブランドでございます。そんなフィラとの1600足限定の今回サンダルでございます。なんで1600足限定なのかっていうと、販売できるシーズンが限られてしまうからなんですね。それにしてもね、ちょっと1600作は少なすぎたんじゃないかと思うんですけども、その1600作限定だからこそ生まれるプレミアム感をね、買っていただいた方には味わっていただきたいです。では魅力2で、これからねデザインを紹介していきたいと思います。デザイン1です。こちらのソールなんですけども、このアウトソール、フィラーのディスラプター2、アドラーでもねコラボさせていただいたディスラプター2の僕の大好きなシャークソールをベースに、柔らかくてねクッション性の高いミッドソールを付け足しました。これがものすごいいい履き心地、そう、安定性、クッション性が生まれて、さらにこちら身長が6センチ漏れちゃう仕様になっております。この後ろの部分から前にかけて下がっているので、自然にねこっそり身長を盛ることが可能なデザインがこれ魅力なんですけど、デザイン2、足の甲からこの足首にかけてのヌバック調、そうヌバック調っていうのは皮をねヤスリなどで磨いたスウェードのような近い質感なんですけど、この 1,2,3 のストラップ、そしてここの足の甲のねここが快適なフィッティング性につながるんですよ。この履き心地、安定性もグローバル基準です。そしてデザイン3、このストラップの先だったり、この後ろのアドラーのボタン、そしてこの留め具にもアドラーらしいメタルパーツをたくさん施しました。アドラー×フィラコラボシリーズといえばのメタルパーツデザインですね。これもねアドラーコラボだけの完全オリジナルです。履き心地とこの安定性を追い求めたこのデザイン、さらに深掘りしたいんですけど、魅力5が履き心地です。サンダルながらもねほんと快適にこれ過ごせて、しっかり足をねこう支えてくれるこのホールド力、そしてこの3層からなるソールのクッション性、この3層によって、まあ、しっかりねデザインも身長も漏れてねかっこいいんですけども、それだけじゃなくて本当に履き心地がめちゃくちゃいいんです。これ社内でもみんな履き心地いいって言ってるよね。言ってくれてます。この履き心地、クッション性、ホールド性がしっかり相まるからこそ、見た目が良くなるだけではなく、身長が高くなるだけじゃなくて気分も高くなっていただければなと思います。では魅力6が、そう、品質でございます。生産から設計まで全てがグローバル基準です。フィラーっていうのは日本だけのブランドではもちろんないです。イタリア発祥のブランドで、世界中にね人気のあるフィラーっていうブランドなんですよね。そんなフィラーの中でもちろんフィラーってねアパレルも展開しているんですけども、やっぱりイメージつくのはスニーカーですよね。シューズブランドとして世界的な地位を確立していて、そんなフィラーのシューズ設計は一般的な日本の中核体のアパレルブランドのシューズ作成とはもう一線を画してます。非常に厳しい基準をたくさんクリアしてこのサンダル出来上がっているんですよね。アドラーもねこれから努力していかないといけない点なんですけども、 ZOZO タウンにねたくさんの中核体のブランドがあって、安くてねかっこいいサンダルたくさん出ているんですけども、それと大きく差別化されていくのがやっぱり品質なんじゃないかなと思います。このアウトソールの設計一つ一つにねちゃんと意味があって、このデザインをね上層部に通して OK をいただくのにもねものすごいやっぱりね、まあ、時間と、まあ、手間というか労力がかかったんですよ。では魅力7、着回し力でございます。こっからがね、まあやっぱりアイテムといえば、服といえば、どれだけかっこいいか、どれだけ着回し力あるかっていうところだと思うんですけど、定番のブラック1色で今回ね、作成させていただきました。ホワイト作んなかったんですよね。綺麗め、スポーツ、モード、カジュアル、ほぼすべてのこの要素が繋がっています。ヌバック調のね、綺麗め素材、スポーツサンダルを軸にしたスポーツテイスト、ブラックとメタルのね、モードなデザイン、そしてサンダルといえばカテゴリー的にカジュアル、このすべての要素が相まって、融合したことにより圧倒的な着回し力が生まれます。トレンドのカーゴパンツ当たり前に合います。デニムとも相性抜群、コーディネートもたくさん
撮ってきたのでね、僕のインスタだったりウェアまた見てほしいんですけど、ほぼ全てのパンツだったりトップスとの相性がいいので間違いない購入体験になるんじゃないかなと、このデザインそして着回し力から改めて思います。ということでこちらのサンダル1600足限定、6月24日にアドラーたちの最新作と一緒に同時発売するので、気になってくださってた方、それからアドラーでサンダル出るまで我慢していてくださった方、ぜひこれ以上もうアドラーではねサンダル今年は出ないので狙ってみてください。ではここからはレディースブランドアドリーの最新作を解説させていただきたいと思います。アドリーでは先ほど冒頭で伝えた通り合計4型用意させていただきました。前回のアドリーの発売日も大好評いただいて、このショルダーバッグなんかねもう1日で速乾してしまいました。ありがとうございます。アドリーレディースブランドね徐々に育てていってて、今回もものすごい驚異的な価格でものづくり進めているので、ぜひ最後まで聞いていってください。メンズの方にも朗報です。メンズでもつけれるアドリーの新作が今回は実は2型用意してありまして、メンズの方もねぜひちょっと途中まで見ていただければなと思います。メンズブランドアドラーではアクセサリーなかなか最近出せていなかったりするし、そもそもね今アドリーのブランドでの反響からしてもね、割と今回のアイテムも早い時点で速乾するんじゃないかなっていうアイテムばっかりになっているので、ぜひ欲しいなって思ってくださったら早めにチェックしてみてください。ではまず1つ目のアイテムがそうこちらワンピースです。なんとこちら5940円で用意しました。これは結構アドラーにも負けないぐらいコスパいいと思います。アドラーの女性ファンの皆さん、それからアドリーの女性ファンの皆さん、ぜひこれはね手に取ってほしいです。本当にいい商品ですこれ。確かに思ったけどさ、このデザイン性とこの生地の量で5000円台は結構やばいんじゃないですか。いや結構ありえないと思う。まあレディースがどういう基準なのか分かんないけど、メンズだったらまずねこれねちょっと難しいんじゃないかなって思う。そもそもなんで最初にこちらのアイテムを紹介するかっていうと、アドリーのインスタグラムで気になる商品のアンケートでナンバーワンだったんですよね。これねさすがです。皆さんお目が高いって言ったらちょっと商売気が出るんですけども、アドリーっていうブランド自体が、まあ、僕が彼女に着てほしいなっていう洋服を作っているっていうイメージも実はありまして、このワンピース、これは本当に僕のドタイプです。もうドストレート、これ本当にいいよね。ギンガムチェックが特にいいと思う。いいですね。そして設計を進めてくれたのは女性スタッフ、それから女性のメーカーさんなので、安心して女性の方もね選んでいてほしいんですけど、しっかりねデザインこだわり抜いてます。こちらのアイテムに関しては男の僕の目線からね、ものづくりに携わった僕から魅力を3つに絞って解説させていただきます。まず1つ目がデザイン、シルエットですね。これね着てるモデルさんの画像を見ていただいて分かる通り、1枚でもうスタイルよく見えるし様になるデザインなんですよね。ワンピースのいいところって、ワンピース一つでね、ワンピースなので、まあ、一つで揃ってしまうっていうのがコーディネートも楽に組めて魅力的なんですけど、このウエスト部分が締まるようなこのデザインで裾に向かって広がるフレアシルエット、歩くたびにねこれヒラヒラ舞うのがね個人的に結構ロマンがあって、彼女がね着てくれると、まあ、嬉しいなっていう感じます。女性でしか楽しめない、まあ、シルエットが詰まっているアイテムですね。そして袖部分、そしてウエスト部分がねこれフリルになっててなんとも可愛い。ハイウエストでの切り替えになっているので足長効果も抜群です。袖のこのボリュームがあるフリルによって二の腕のね気になる人のね体型カバーにもつながります。そしてこのワンピースに何か一つデザインをねさらに追加したいなっていうところで、カットアウトデザインをね取り込みました。ちょっと肌が露出することによってセクシー感もね生まれます。後ろから見た時にちょっとだけ肌が露出しているこれぐらいがね僕にとってかなり好印象です。肌を露出させようとして無理してる感じもしないと思いますし、しっかり体型カバーのポイントもついているので、様々な系統の骨格の方に楽しんでいただけるデザインだと思います。では魅力2がその生地感になるんですけど、ブラックがポリエステル 97%、 ポリウレタンが 3%、 そしてチェック、こちらがポリエステル 94%、 ポリウレタンが 6% です。ポリエステルの耐久性とシワになりづらさ、そしてポリウレタンを加えたことによってしっかり伸縮性が生まれるんですよね。着心地も抜群です。ノンストレスで着ていただける上に、これもね様々な体型カバーにもつながると思ってこの素材にしております。触っていただいたらこれ分かるんですけど、このねシボ感、そして非常にサラッと生地がしているんですよ。アイテム名にもあるメローシャーリング、メローシャーリングの生地っていうのは素材が異なる糸同士で織っていて、細かくランダムなシワを作ってくれるのが魅力。それにより肌とのね直で触れ合った時の接地面を減らしてくれるんですよ。だからこれ快適に涼しく着ることができるんですね。なのでベタつかずドライに着ていただくことが可能なので、今からの時期にもうまさにベストです。そしてワンピースで気になるのが透け感ですよね。届いたら分かると思うんですけど、実はしっ
かり透けない生地になっています。なので安心して着ていただけると思います。何よりね、持った時これめちゃくちゃ軽いんですよ。モデルさんもね、非常に似合った画像を作ってくださったんですけど、モデルさんもね、このアイテムは今までのアイテムの中で一番ベタ褒めしてくれました。そして魅力3つ目が価格。これほんとね、メーカーさんも、そしてレディスチーム、そして僕自身も、いやこれ破格だよねって、もう誰もが口を揃えて言う、ものづくりになっていることは間違いないです。これもね、アドラーの今回発売するこのグラフィックティーと、そしてこのサマージャケットと合わせて史上最コスパなんじゃないかって言えるくらいのコスパを実現しているので、ぜひレディースファンの方もね、これはね、初めてのアドリーで買っていただくのをね、間違いない一着だと信じてます。カラー展開はさっき言った通り2色で、アドリーらしいブラックと可愛らしい銀ガムチェック。男受けがどっちがいいのかって言われると、男の理想ではね、おそらくね、こっちがモテます。ただ着やすいのはやっぱブラックですよね。ぜひね、迷ってみてください。では続きまして、次はね、ベルトの紹介になります。こちらも3960円という破格で作らせていただきました。メンズではこれね、ちょっとつけるのは難しいウエストになっていまして、ただね、レディースの方にはほんとこれおすすめです。価格も価格なんだけど、このデザイン、これ高見えするし、メンズでつけたい、メンズでこれバックル太くして、プレートも大きくして、アドラーってつけてきたい、そんなデザインです。では魅力1、デザインなんですけど、何よりこの高級感、シンプルのようにね、こんなにかっこいい。スケア型のプレートにアドリーを刻印しました。そしてレディースらしい細めのベルト。驚くのは素材なんですけど、まずはデザインから。太めに作ってね、メンズもつけれるようにしてもよかったんですけど、やっぱね、レディースではね、細めの方がトレンドですし、カジュアルなコーデから綺麗めなコーデまで、全てのコーデに相性がいいように細めに設計しております。さりげなく高級感が生まれて、スタイリッシュにこの見えるデザインは、まさにもうこれ以上でもこれ以下にもしたくない、これが答えなんだっていう、まあ、個人的なね、思います。モデル画像でも分かる通り、この細さがちょうどいいんですよね。では魅力2に、そう、素材なんですけど、バックル部分は真鍮なんですけど、このベルト本革なんですよ。そう、本革だったんですか。そうなんです。ここはね、譲らないポイントです。やっぱベルトは本革使いたいですよね。耐久性を考えてもそうだし、この匂い、そう、風味もそうですし、合皮と違ってね、耐久性も高いんですけど、つければつけるほど体に馴染んできて、つけ心地も良くなってくるんです。これはね、こんな価格で作っちゃったけど、長く愛用してほしいです。そして魅力さん、それが価格3960円です。これは素材からしても、デザインからしてもお買い得なんじゃないかなって本当にね、思います。ぜひ女性の方、これ本当におすすめです。では次に、メンズでもつけれるしね、皆さんの反響がとても多かったアクセサリーを紹介させていただきます。まずはロゴチェーンパールネックレスでございます。これもアンケートでね、特に回答数多かったんですけど、いや男の俺がつけながら話すなよって話だと思うんですけど、なんといっても可愛いんですよ。メンズの方からね、彼女用にプレゼントで買いますって、まあ、コメントっていうか DM だったかどっちか忘れたんですけど、いただいたくらいで、これね、アドラーファンだったら、まあ、男でも嬉しいと思うんですけど、女性の方がね、いただいても非常に嬉しいデザインだと思います。そんなこの可愛らしいネックレスの魅力を伝えていきたいんですけど、まずはデザイン、パール使いで女性らしい上品なアイテムに仕上げました。そしてこのアドリーのオリジナルロゴ、この筆記体のロゴにしているのが、昔アドラーでも作ったこのデザインみたいに姉妹ブランドっぽいですよね。この筆記ロゴがね、パールとの相性抜群で、夏に向けてね、まあ、女性の方なんて特にこの鎖骨あたりの露出が増えていく中で、ワンポイント華やかでね、コーディネートを彩ってくれるはずです。デザインもシンプルで、長さもね、控えめな長さになっているので、きれいめコーデから、こういったストリートなコーデから、まあ、様々なコーデにね、相性抜群だと思います。そして画像を見ていただいたら分かるんですけど、こちらね、調整可能なので、女性の方でも男性の方でもユニセックスで使えるデザインに施しました。そして魅力2つ目が、改めて値段3850円なんですよ。これもなかなかびっくりなんですけど、パールはもちろん本物ではないです。だからこそ、この軽くてね、ノンストレスでフリーにつけていただけます。そして大事な金属の部分、すべてサージカルステンレスで作成しましたので、金属アレルギーの方にも対応しております。サージカルステンレスだからこそ、耐久性も非常に高いですよね。アドラーでもネックレスにはよくサージカルステンレスをね、こだわりで使っているんですけど、とにかくこの価格なので、迷ったらぜひ手に入れてほしいです。
では最後にこちら2連ブレスレットでございます。こちらもね、価格も価格ってこともあって本当に反響もたくさんいただいていたんですけど、何よりアクセサリーの販売自体がメンズでアドラーでね少ないので、メンズでもつけれるようなデザイン、そして長さでね設計したのがポイントです。そんなこちらのブレスレットの魅力をねまた解説させていただくんですけど、まず一つ目がデザインです。このプレート見覚えありますかね。10月頃発売したネックレスにこの仕様で使っていたんですよね。このコインプレートネックレスとも相性抜群です。この2連のブレスレットはね、メンズがつけてももちろん OK なんですけど、女性がつけても OK なようにゴツすぎず上品に見える上品映えする2連チェーンブレスレットなんですよ。ボールチェーンと小豆チェーンの組み合わせがおしゃれで、ブランドのロゴプレートがあることによりワンポイントキラッとね華やかさを足してくれるんですね。これからね夏になるにかけてアクセサリーの露出が増えます。これ想像してみてほしいんですけど、なかったら結構寂しいコーディネートになっちゃいますよね。それはメンズだけじゃなくて女性レディースもそうですよね。アクセサリーをつけることによってコーディネートを華やかにしてくれます。そしてアクセサリーっていうのはキラキラしていますよね。このキラキラしたキラキラこそがその人自身のオーラというか魅力をまたワンポイント付け足してくれる。そんな元々アクセサリーってねそういうアイテムなので、ぜひ今アクセサリーお気に入りのがない方、それから普段アクセサリーあんまつけないよって方、シンプルなデザインで作ったので楽しんでつけてみてほしいなと思います。そして2つ目の魅力が、そう、素材サージカルステンレスで作成しました。さっきも伝えた通りネックレスでも使っているんですけども、とにかく錆びづらくて金属アレルギーも対応していて耐久性がある、そしてお手入れも簡単で価格もここまで抑えられる、そんな魅力がねサージカルステンレスにはあります。そう、魅力3、価格が3000プラスタックス、3300円なんですよ。2連になっていてかつメタルプレートもつけての3300円なんですよね。つまりここがねポイントで、しっかりコスパもいいです。メタルプレートに関しては発注数がね増えれば増えるほどコスパも良くなってくるので、ネックレスでもメタルプレートのねネックレス作って、チェーンブレスレットでもメタルプレートね使わせていただいたんですよ。使い勝手も良くてメンズにもおすすめなので、ぜひ購入ご検討ください。以上、すべてのアイテムの解説を終わりにしたいと思います。本当ね長かったと思うんですけど、最後までお付き合いくださって誠にありがとうございました。今回紹介したアイテムは6月24日にお昼12時からゾタウンにて発売開始、非常にね大反響が予想されます。気になっていたアイテム、特にアドリーに関しては数少ないので、狙ってくださってる方はねぜひお早めにご検討ください。今回もたくさんのレビューやコメントお待ちしております。最後まで改めてありがとうございました。以上、Kチャンネルでした。